吉田さん、リカちゃんって覚えてます？速稼塾の久保です。東京に8月の26日あたり来れるかなとかね、それとも9月になんか集まって、なんかまたね、年末の小野沢さんの家で夜を明かしたみたいに、ちょっとこう焼肉でも食べましょうかみたいな雰囲気になってきたんですけども、吉田さんはどうですかね、来れますかね？誘われてますよ。その他ね、吉田さんとの付き合いまだ続いてますって聞かれたんですけども、むっちゃ続いてますよみたいなね、なんかざまみろって感じですよね。そんな感じでね、そのリカちゃんからメッセージが来ました。リカちゃんって言ってももういいのかな、こんな言い方して。リカさんからねメッセージが来ましたね。とっても可愛らしいリカさんですけども、またね、まあバカなことみんなでできればいいなと思います。なんか私としてはね、社会に出てからの同級生みたいな、そんな雰囲気もあるんですけども、最近はね、小野沢さんはあちこちでまたね、お忙しいみたいで、暇なのは私だけなのかなと思っちゃうんで、ちょっと寂しいんですけども、まあ中丸トレーダーとはね、なんかお仕事ができてちょっと嬉しいなってところもあるんですけども、基本的には仕事してないみたいな感じなんで、まあなんか集まり合うと私だけね、世間ずれしてるんじゃないかなという気がしますけどもね。はい、こんな感じでね、誰でもプロになれるということでしたか。なんかね、 YouTube とかをやってて私思うんですけどもね、多くの方が私を信頼してくださって、速稼塾に入ってくださったりとかね、するんですよ。で、昨日ちょっとね、おやと思ったことに気づいたんですよ。例のやつっていうのをね、私ずっとお話してて長いんですけども、例のやつに入会するときに、なぜかね、久保さんを信頼してとか言うんですけども、これどういうことなんだということなんですよ。で、私を信頼するんだったら、ビジネスをなんか頑張って覚えていきましょうって話なんですよ。私を信頼するんだったらね。私を信頼するんだったら、アフィリエイトをやっていきましょう。YouTube の量産していきましょう。転売をやっていきましょうとかね。FX をやりましょうって話になるんですよ。私を信頼するんだったらね。でも私を信頼して、例のやつに入る。まあ私がね、関係ない。関係ないって言ったら言い過ぎですけども、私が運営してる会社でもない、なんでもない例のやつに参加するのに、私を信頼してっていうのをかさむっていうのは、二つの点でね、ちょっと間違ってるなと思います。一つはですね、私を信頼するんだったら、私の発信するビジネスを覚えてもらいたいってことなんですよ。でもそういう人ってあんまりいないんですよね。私を信頼してこっちに行くんですよ。なんだよと思いますよね。ちょっともう全然関係ないんじゃないかというところですね。で、もう一つなんですけども、私を信頼してって言って、私がね、まるでこの例のやつをだまくらかしてあなたを勧誘したんですよっていう風なね、そんな布石を打とうとして、何かがあったら久保さんを信頼したのに、何これ、ね、どうにかしてくださいみたいなことをね、やろうとしてるんだろうなと思って、こういう人はね、もうね、ちょっとこう気持ち悪いですね、はっきり言ってね。いつまで経っても自分で判断できない、いつまで経っても自分の信用力っていうものをね、当てにしてないっていうかね、何と言いますかね、要するに信頼してっていうんだったら、信頼する裏付けを自分で、たくさん積み上げてなきゃいけないんですよ。で、私を信頼してっていうんだったら、私がネットワークビジネスの紹介をたくさん出すことに長けていてとか、毎日こうやってね、動画をいっぱい発信したりとか、誰よりも早くそのメールに返信するその対応能力とかね、それからどんな質問にも爆速で答える経験と知識の差、こういうものを信頼していただければいいのに、なぜかそういうものが全く必要ない例のやつに一直線に行くんですよ。その段取りとして、久保さんを信用してとか、ふざけんなと思いますよね、はっきり言ってね。直接本人には言いませんけども、この動画を通じていますよ。私を信頼してって言うんだったら、私と同じようなね、ことをやってみてください。1000日連続でライブ放送するとかね、私と同じようにホームレスしても楽しめるようなね、そのマインドセットを作るとか、なんか美味しいところだけをパクッとやりたいっていうのはないですからね。それができるんだったら私もすでにやってますよ。私がね、今の立場ってほどでもないですけども、今の自由な時間とそこそこの経済力を手にしたっていう一点だけをコピーしようと思っても無理ですよ。その土台にある稼げない時期とかね、惨めなところとかね、恥ずかしいところとか、もうトイレにも行かずにサイトを作ったところっていうのをね、やらずにそれをすっ飛ばして、いわゆるね、ちょっと自分では言いにくいんですけども、成功者が積み上げてきたルート、歩いてきた茨の道をなくして、美味しいところだけ参加してくださいとかね、で、そういう根性、まあ悪くはないですよ。私は別にそういう道もあると思ってますから。ただね、なんかね、その完全にカモ思考なんですよ。カモ、カモになる人の考え方なんですよ、これは。自分が何もせずに美味しいとこだけもらおうというところに、何もせずに儲かりますって話が来るわけじゃないですか。で、私はたまたまそういう人を騙すようなことしないですけども、でもその思考は直せっていうことをね、カリキュラムでずっと言ってるわけですよ。
依存するなとね、信用した瞬間にそれは見る目がないよと、信用の中にね、その中にも矛盾とか不安っていうのを感じ取って、えいや自分の金額全部いけみたいなことにならないわけですよ。10秒後にその資金がなくなったらどうですかってことを考えながら、10秒後に天変地異が起きてもあなたは大丈夫ですかってことを考えながら、リスクヘッジをやっていくってことをずっとお伝えするわけですよね。で、私がねプロと言えるのかどうかってことは、このリスクヘッジができているのか、自力で判断して自力で次の一歩を踏み出せているのか、誰かが歩くからその後についていこうってのは、最初の1日目だけでもうね、脱出して自分の判断力と自分の足で、そしてダメージを受けたら自分の防御力で回復していく、こういった力をねつけていってもらいたいなと思いましたね。実はその日からプロになれる、そうですよね。でもプロとしてあなたが評価されるのか、プロとしてあなたが報酬を上げているのか、それは全く別の話です。プロを名乗るのはいつでもできますね。儲かってますよっていうことはいつでもできるんですけども、その儲かりの内容が単なる速い列車に乗っかっただけなのか、その列車が運行停止したら儲からなくなるのか、いやいや誰とも組まなくてもたった一人で、自分一人でそれができていくのかね、大きな違いがあります。私はね広告も使ってないんですよ、大したねテクニックも使ってないんですよ。誰かを有名人と対談したりとかもないんですよ。少なくとも、ね、失礼なんだけども、私よりも力がある人に引っ張ってもらって何かしようなんてそんな思ってないですからね。どっちかって言ったら自分で役に立てるんだったら、まだ小さい力の人を、ね、引き上げるためにそういう人と組むことはありますけどもね。まあすごくたくさんの方と組んでるんで、力の比較の話ってあまりしたくないんですけどもね。単純に比較はできないですから。まあ私のこの発信力というかメディア力っていうのをね活用させていただけるんでしたら、やっぱり組んでみたいなと思う人も、例えばミスターマイアミさんとかね、西アグラソの山根さんとかね、それから何ですかね、風水とかね、まあバランスボールとかあるわけですよ。そういうふうに一緒に組んだらすごいことになるんじゃないかなっていうのはありますけども、まあ自分で何もしない人とは組めないですよね。やっぱり私何もできませんって人と対談しますかって話なんですよ。ということで今回のまとめなんですけども、対談相手としてふさわしい自分になったかどうかですよね。一緒に組んで提供する人が、提供するものがない人とは私は対談しませんので、どう考えても私が一人で喋って黙って一人ね座ってるだけになっちゃいますから ね、この辺かなと思います。プロとして中身はどうなのかなってこと、そうですよね。吉谷さんね、吉谷さんどうですかね。それで、なんか近々東京に行く予定ないですかね。私は今月の25日は海老名に行きまして、27日は東京なんですよ。だから中日26日はちょっとね自由に過ごそうかなと思います。誰ともアポイントメント取らずに、ただリカちゃん中心とするなんか焼肉パーティーとかあるんだったら、そこにはちょっとねお邪魔しようかなと思いますけどね。以上でございます。